はい、皆様新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ガオはい、というわけでですね、はい、2022年が始まりました。はい、今年も私たちの応援よろしくお願いします。はい、もう冬季練習始まっておりますので、いろいろ練習動画などもどんどん更新していきたいと思いますので、ぜひこれからも見ていただけると嬉しいです。はい、それでは今日の動画始まりたいと思います。はい、はい、皆さんこんにちは。本日はですね、久しぶりに練習動画を撮っていこうと思います。石子選手と久保選手の今日練習日なんですけども、私と場所を間違えてしまって、実は40分ほど遅刻しております。さあ、彼女2人は許してくれるのでしょうか。おこでしょうか。おはよう。おはよう。あ、よかった、笑顔や。よかった、よかった。皆さんよかったです、笑顔でした。いや、私が40分遅刻してしまったから2人はめちゃくちゃ怒るんじゃないかっていう、あ、まあ、1人で話していたんですけど、いい笑顔でよかったです。でもやっちゃおうって言って、もう先に始めちゃおうって。すいませんでした。優しいですね、彼女2人は。今日のメニューはトッピングとかジャンプ系のアップをして、はい、サッカーをします。短めのサッカーを多めにします。はい、わかりました。あ、やっぱベイクラ君に対するやつよりもちょっと優しいですね。あ、喋るのがってこと？そんな感じか。仲良くないって。え、仲良くないの？仲良くないから。仲良くないから。なんか言われてた。あ、そうそうそう。あ、聞かれてた。あ、そういうことね。仲良くないから。本当は仲良いですよって。普通です。はい、普通ですね。はい。さ、練習スタートでーす。ちょっと久しぶりなんでね、僕もちょっと一緒に走らせてもらおうと思います。さあ、本当にいい天気だね今日。もう12月ですからね、福井。12月10日でこの暖かさ、奇跡ですよ。また今年も雪降るっぽいからね。はい、去年大変だったからな。スモーキー広いの。あの猫やばいですよ。関係ないのに。今日も仲良くやってますね。いつもこんな感じで仲良くやってます。まあただね、大久保選手、日本選手権の番ですから、今シーズン調子良かった。石子選手も高3ぶりの確かシーズン、自己ベストタイ記録かだったんで、まあ、結構ね、この2人の練習がいい感じでいい効果が出ているんで、来シーズンさらに期待します。頑張れ、頑張ろうだな。いいね。前に運ぶ中心。これはあるあるです。こっちですよ。でも細めを。だけユウもこうやってあるやつ。だからいつもこうやってやってるけど、これ若すぎるが。見えない。見え。なるほど。アロンアルファピースらしいです。やるようにやってる最近。そうなんだ。あ、最近このピース流行ってるらしいんで。これやったこう。そうそう、これか。
あ、そうなんだ、勉強になります。ちょっと一人のグラマーしかやってなかったですけど、流行るかもしれない。そう、これをきっかけに流行らそう。誰かの、でもアロマルコピースダサって書いてたけど、そうですよ。皆さん今インスタ頑張ってるんで勉強中です。インスタの今流行っていることとかね、大事なことですね。これできます。うわ、流行ってんの？流行らすの？流行ってる。流行ってんだ。それ何？コブ？コブじいさんやそれ。ハートらしい。あ、ハートなんだ。ハートになんか埋め込んじゃうみたいな。そうそうそう。ゆりさん、あ、勉強になるな、やっぱり君たちと話すと。反応悪かったから、ゆりさんの話でゆりさんが言ってるって。いや、韓国のポーズ、韓国で流行ってる。あー、韓国が今流行ってるやつが日本が来るでしょ、日本に遅れて。あ、それはそれはそれはもう終わったでしょ、キュンは。終わってましたもん。終わってるよね。うわ、やばいな、時代やばいな、もうキュン終わったんだもんね。あのアルファピースとやんの？あ、じゃあまだ行くやらさん。はい、はい、ありがとうございます。ユティックチャンネルやで。さあ、今からメインの坂です。おお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 、サッカーのイメージかな。しかも帰ってサッカーの動き相手抜いてみて、おお、いけるいける、いいステップステップ。そっか、立花じゃん、全国優勝するような。確かに、2本目。あ、さあ次は63番ですね。さあ抜かん、2セット目は私と一緒に走らせてもらうので固定で置いてきます。はい、すいません、さっきあれ、あららら、次32本目です。2セット目、はい、頑張ります。よっしゃ、疲れました。
32歳。ホニモンで終わりだ。どうした？大丈夫か？じゃあラスト1本です。頑張ろう。はい、はい、社員カメラ行くぜ。はい、はい、じゃあいいですか。はい、はい、行きますよ。ゴー。うわぁ、じゃあ坂終わりました。練習終わりです。1セットだけ一緒にやりましたけど疲れた。でも天気良くていい練習できましたね、はい、終わった直後ですいませんけど、これが リアルです。終わった直後のリアルです。まず水分よっしゃ。じゃあ皆さん、まあ、今から冬季どんどんね練習増えていくんで頑張りましょう、よっしゃ。はい、それでは本日も最後までありがとうございました。はい、よっしゃ。はい、それでは、はい、本日も最後までありがとうございました。また頑張ります。バイバイ。お、これはもしかしてあの